よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、ちょっとね、入り口だけね、はい、もう何年前になりますかね、昇進会から来られたの。3年ぐらい前。3年と、はい、5月3月だから、うん、3年2ヶ月です ね、 ね、はい、そのまあ3年間経ちましたけども、ちょこちょこっとはね、皆さん方の体験談とか脱会するとこの動画とかね作ってきたけど、今回まあ召集に入られてからもう3年経って、実はね、田園調布ですよ、ここ田園調布のお宅をねご購入されたという、まあ、別にそれがね信仰の全てではないけども、そうは言うてやっぱり現世にそういうご利益が出るっていうのは法華経にも書いてあるけど、正しい信仰の家宝であるということもありますから、ここは、いい機会だからね、体験談を聞かせてもらいたいなということで、今日、まあ、お尋ねさせていただきました。はい、なのでまあとにかくもう一回振り返ったところで、どういうことでまずその昇進会っていうのを始められて、うん、で、まあ、昇進会の間でそんなに細かくはいいんですけども、どのくらいまでこう頑張っちゃって、で、まあ、ご夫婦でね、最初は一人で始められたんだろうけども、ご夫婦でやるようになり、そしてどういうとこから、まあ、先後で出るけどもお寺の総代まで夫婦でご夫婦でやられてるのに、相当なもんですよ。普通だったらゴリゴリのもう昇進会のお寺で、まあ、守っていく側の人がなぜその疑問を持ち出し、そしてどういう形の中で、脱会というかもう決意をされて、そして召集に入ると、で今度は召集に入ってからの孤独体験、この大きな筋目でちょっとまずはお話ご主人からね聞きたいなと思うんですね。はい、まあ、一番最初からですね。そうですね、創価学会からっていうことです。まあまあ、でもそこはもうすごく、はい、コンパクトでいいですからね。まずやっぱり18歳の時に創価学会に、まあ、入信しまして、そしてまあそういうこと座談会だ、文化祭だ、なんだって、そのまだ若い頃でしたから、その時おいくつでした？18です、ね、18ね、はいはい、で2年間ほどその創価学会に入ってですね、それが昭和51年に入って、僕は33年生まれですから、ね、で昭和53年ですね、20歳の時に、昇進覚醒運動って、その頃は、活動家僧侶っていうふうに言ってたんですけども、創価学会から、こう吊るし上げを、創価学会本部で、ご住職たちが吊るし上げを されたりとか、で、そういう事件がだとか、まあ、お題目の商標を登録してみたりとか、そういうことが創価学会でこう、の事件としてこういろんなことで勃発したっていうんですかね、みんなが知るようになってきて、でそれをご住職から創価学会はおかしいんだというふうにその当時のご住職から言われて、そうだなと思いながらですね、で池田先生は大聖人の生まれ変わりだっていうふうに創価学会から教えられて聞いてて、それも違うんだと、それ最初からおかしいなとは思ってたんですけど、それは絶対違うんだっていうことをもうはっきり言われて、これはおかしいということで、昇進会にそのご住職の釈読によって、昇進会に入ったわけです。当時の構造っていうと、昇進会って言うは言うても、基本的には創価学会を全面否定をしてるわけじゃないから、宗門は、なので別に学会を脱会して昇進会に入ったっていうじゃないんや。それがね、その頃はまだ、創価学会も、日蓮召集ですから、ですよね、その中で、まあ、その中で創価学会を退会する人を、信徒は辞めないけど、信徒は辞めないけども、まあ、だから釈牧っていうとちょっとおかしいですね、まあまあいいんですけど、流れの中でいくと
創価学会、うん、まあ大きく言うと日蓮召集の信徒でありながら、うんうん、創価学会という部署にまあ入ってたと、うん、なるほどなるほど、会員として入ってた、うん、その会員を脱会するなるほどそうかいう運動を昇進覚醒運動といって、うんうん、その当時ダントというふうに、うん、昇進会とかなんかそういう名前なかったんです、うんうん、ダントっていうのを、うん、新田聖人外科に、うん、あのお名前をいただいて、うん、君たちはダントということになりなさいと、うん、一応あの創価学会とちょっと一線引くと、うんうん、で日蓮召集の本当のもうその法華経はもともとあったんですけど、うん、法華経ではなくて、うん、ダントという組織の中で活動してくださいと、うんうん、そしてどんどん釈伏をして、うん、釈伏ってそのおっしゃられたかどうかちょっとはっきり覚えてないんですけど、うんうん、覚醒させてくださいと、うんうん、そういう間違った池田大作先生が、うん、大書院の生まれ変えなんてもうとんでもないようなことを、うん、そのを覚醒させてくださいというふうに、うん、私もその新田聖人外科から直接聞いた方なんです、うん、でそうなんだと思って、うん脱会をしまして、うんで担当に所属しまして、うん、まあそのお寺に通うわけですね。うんうん。